日常に戻りつつある旅行。大型連休にはホテルの予約が取りにくくなったりしてはいますが、旅行好きの人にとっては自由に旅行の計画が立てられることになったのは嬉しい限りですね。しかし、子供を連れての旅行は何かと気苦労が多いもの。子供の年齢が低ければ低いほど不安もあり、周囲への気遣いが必要になってきます。持ち物も子連れの場合は必要以上に準備するでしょう。今回はアメリカに里帰りしたアメリカ人女性が日本とアメリカのエアラインの違いに驚いたそうです。子連れでの帰省、彼女はどんな違いを目の当たりにしたのでしょう。ではご覧ください。こんなに違うなんて、日本のエアラインは至れり尽くせり？私の名前はエマ、アメリカ人なんだけど、結婚後は日本に住んでいるの。そう、国際結婚ね。夫は日本人で、アメリカに赴任中に知り合って結婚したの。でも、日本に戻ることになって、それを機に結婚、そして日本に移住したってわけ。両親は寂しがっていたけれど、夫の人柄の良さに触れて、結婚も移住も納得してくれたわ。日本語もろくに話せないまま日本に来たけれど、主だった施設には英語でも案内が表記されているし、さほど困ることはなかったの。それに、日本はどこへ行っても清潔だし、日本人は親切だし、住み心地という面から見れば、生まれ育ったアメリカよりも日本の方が快適なのよね。日本で生まれたオリバーは5歳になるわ。外見こそアメリカ人だけど、普段は日本語しか使わない。もちろん英語も話せるんだけど、英語を話す機会なんて私との会話くらいよ。周囲にハーフの子はいないけれど、日本人は差別することもなく、日本人の子供と全く同じように接してくれる。これなら小学校へ行ってもきっと大丈夫ね。去年、次男のルーカスが生まれたの。二人とも日本で生まれたのよ。出産を日本でするか、アメリカでするか迷ったんだけど、日本の病院は快適すぎるほど快適な入院生活を送れるんだもの。もしかしたら、両親は待っていたかもしれないけれどね。結婚後も何度かアメリカには帰省していたわ。ただ、子供が生まれてからは、そう簡単に帰省することができなくなった。なぜかって、子連れでの帰省が重労働だからよ。この前帰ったのは、確かオリバーが3歳の時。まだルーカスは生まれていなくて、夫も一緒だったから、2人でひたすらオリバーの機嫌を取りながらの帰省だったのよ。子供ってすぐに飽きるし、飽きたら落ち着きがなくなって騒ぎ出すし、精神的にぐったりしたのを覚えているわ。だから、両親にも子供がある程度大きくならないと帰省しにくいって伝えたわ。だから、ルーカスがせめて5歳くらいになるまでアメリカに帰省するつもりはなかった。でも、祖母の体調が悪くなって、どうしても帰省しなきゃいけなくなったの。まだルーカスは10ヶ月。夫は仕事でどうしても同行できないという。仕方なく2人の子供を連れて私だけ帰省することになったの。正直言って荷造りの段階で帰省を決めたことを後悔したわ。いつも家族旅行の時は夫が荷物を持ってくれて私は子供担当みたいな感じだった。それなのに今回は荷物も自分で運んでルーカスを抱っこしてオリバーの手を引いて、めまいがしそうだった。しかも飛行機の中でどうなるか。オリバーだって飽きるだろうし、ルーカスはぐずるだろう。そのために、おもちゃや絵本も持っていくけれど、子供はあっという間に飽きてしまうかもしれない。そして、その予感は的中したわ。飛行機に乗ってしばらくは大丈夫だったんだけど、案の定オリバーは持ってきたおもちゃにも、絵本にも飽きてしまい、機嫌が悪くなった。まだつかないの攻撃で、私もイライラ。すると、眠っていたルーカスが目覚めて、ぐずり出す。想像していた最悪のパターンになってしまったのよ。
機内ではあからさまに迷惑そうな視線を向けてくる人もいたし、迷惑だと態度で示してくる人もいた。キャビンアテンダントまでが他のお客様のご迷惑になりますのでと言ってくるし、きつく言って聞かせたオリバーはおとなしくなっても、ルーカスはそうはいかない。周囲の気配を察してか、ますます大声で泣き出してしまったの。私はパニックになり、ひとまずその場を離れることにした。通路の最後方でルーカスをあやすことにしたのよ。キャビンアテンダントの指示通り通路の最後方まで来たのはいいけれど、そこはちょうど厨房のある場所だったの。キャビンアテンダントたちの休憩スペースにもなっているのか、そこに集まっておしゃべりしていたわ。ルーカスの泣き声がおしゃべりの邪魔になったのか、ものすごく嫌な顔をされて、私は身の置き場がなかった。私だって泣かせたくて泣かせているわけじゃないのに、ってね。結局、私は一人で座っているオリバーの様子を見に行って、また最後方であやしての繰り返しで、フライトのほとんどを立って過ごすことになったの。あの辛さは言葉では表現し尽くせないくらいだわ。アメリカに着いた頃には身も心もボロボロ。そして帰りのフライトを考えると、ますます気がめいってきたの。いつ帰れるかわからなかったから、帰りの便のことは考えずに帰省したんだけど、結局2週間ほどの滞在となり、日本へ戻ることになった。また立って過ごすのかと思っていたら、行きのフライトでの出来事を知った夫からメッセージが送られてきたの。帰りは日本のエアラインを選ぶといいよって。エアラインの問題じゃないのに、子供が飽きてぐずることが問題なのに、何も分かってないって思ったわ。乗り慣れているアメリカのエアラインでもあんな感じだったのに、初めて乗るエアラインじゃますます居心地が悪くなるに決まってる。でも夫は俺を信じて日本のエアラインで帰ってきてって譲らないの。ぐったりして日本に帰って、その上夫と喧嘩になるのは避けたいから、結局私は日本のエアラインで帰ることにしたわ。2週間両親に甘えまくったオリバー、山のようにおもちゃを買ってもらい、帰りの荷物は膨れ上がっていた。でもこれで機内での時間稼ぎはできそう。空港に着き、搭乗を待っている私は不安に押しつぶされそうだった。あの冷たい視線をまた一身に浴びなきゃいけないかと思うと、足がすくんでしまったわ。その時よ、たまたま通りかかった一人のパイロットが私たちの目の前で立ち止まったの。間近でパイロットを見たオリバーの目が輝いたわ。そしてそのパイロットはオリバーに小さな飛行機のおもちゃを手渡し、楽しいフライトをと言い残して立ち去ったの。何度も飛行機には乗ったことがあるけれど、こんなに親切な扱いを受けたのは初めてよ。大喜びのオリバーを見ていたら、なんとなく私も前向きな気持ちになれて、意を決して飛行機に乗り込んだのよ。初めて乗った日本のエアライン。乗客はやはり日本人が多かったわ。座席を確認し、荷物を下ろし、オリバーの相手をしていたら、私は何も頼んでいないのに、キャビンアテンダントが赤ちゃん用のベッドを用意してくれたの。これにはびっくりしたし、とても嬉しかった。日本に着くまでずっと抱っこしているつもりだったんだもの。オリバーはというと、日本からアメリカまでの機内で私に注意されたことがあってか、とてもお利口にしてくれた。機内で遊べるおもちゃを持ち込めたこともあるけれど、空港でパイロットに親切にされたことも影響してたんだと思う。ルーカスもベッドを用意してもらったおかげで大声で泣くこともない。たまにぐずったりはするけれど、周囲の日本人乗客は誰も嫌な顔をすることはなかった。内心ではうるさいと思っていたはずなのに、嫌な視線を向けたり迷惑そうな態度を取る人はいなかった。近くの席に座っていた女性は、トイレに立ったついでに私のもとへ立ち寄り、
ルーカスをあやしてくれたわ。英語が堪能な女性で、この子は何ヶ月なの?とか、赤ちゃんを連れて旅行は大変なのよね。わかるわ。とか、赤ちゃんは泣くのが仕事なんだから、周りのこととかあんまり気にしなくて大丈夫よって言ってくれたの。思わぬ味方に遭遇して、私はとても嬉しかったわ。でも、さすがに日本までの移動時間、ルーカスがずっとおとなしくしているわけがない。ついに泣き出してしまった。どうやらおむつが気持ち悪いらしい。トイレでおむつを交換しようと思って、オリバーにそう伝えると、僕も行くと言って聞かない。多分、前回ずっと一人で待っていて、居心地が悪かったのだろう。私から離れようとしないの。おむつを変えたらすぐに戻ってくるわ。嫌だ、一緒に行く。この押し問答よ。すると、そこに日本人のキャビンアテンダントがやってきた。私は息子とのやりとりがうるさくて注意しに来たのだと思ったわ。だから何か言われる前に謝って、オリバーもおむつ替えに連れて行こうとしたの。すると、キャビンアテンダントは、お兄ちゃんのことは私が見ていますので、お母様はどうぞ行ってきてくださいって言うの。まさかキャビンアテンダントが子供の面倒まで見てくれるなんて。オリバーがぐずっていることもあって、お礼もそこそこにおむつを買いに行ったわ。それから少しして、今度はオリバーがトイレに行くと言い出した。その時、ルーカスはベッドで気持ちよさそうに眠っていたんだけど、置いていくわけにもいかないから、抱いて連れて行こうとしたの。すると、またキャビンアテンダントがやってきて、赤ちゃんは私が見ていますので、どうぞ行ってきてくださいって言うの。フライトでこんなに気遣われたことがなかっただけに、何がどうなっているのかわからなかったわ。だって、どう見てもビップ待遇なんですもの。そして、ルーカスがどう機嫌をとっても泣き止まない事態が発生した。離れたがらないオリバーを連れて、最後方であやそうと席を立ったとき、また来たわ。そう、キャビンアテンダントよ。お兄ちゃん、私と遊んで待っていようかと、オリバーに声をかけてくれたの。しかも、キャビンアテンダントの手にはおもちゃが。オリバーは、そこでキャビンアテンダントと遊ぶことを選んだわ。周囲の乗客を見渡すと、こちらに視線を向けている人は、みんな微笑んでいる。大丈夫よ。私たちもいるからと声をかけてくれた人もいる。泣き止まない赤ちゃんを連れた母親は、誰だってどうしようの気持ちでいっぱいになるものだけれど、日本のエアラインはとても温かい雰囲気で見守ってくれるのよ。私はキャビンアテンダントにオリバーのことをお願いして、最後方のスペースでルーカスをあやすことにした。やはりそのスペースはちょうど厨房が見える場所だったんだけど、日本のキャビンアテンダントはみんな忙しそうに仕事をしていて、おしゃべりに興じている人なんて一人もいなかった。泣き止まないルーカスに冷たい視線を浴びせてくることなんてないし、それどころか何人かのキャビンアテンダントはルーカスをあやしてくれたのよ。何度かオリバーの様子を見に戻ったけれど、珍しいおもちゃをもらい、アニメの DVD を見せてもらったりで、とてもご機嫌に過ごしていたわ。ルーカスを寝かしつけ席に戻ると、オリバーの面倒を見てくれていたキャビンアテンダントが、何か不便に思われましたら、何でも言ってくださいねと言ってくれた。心細かったはずのフライトなのに、私はいつの間にか感謝の気持ちでいっぱいになったの。家に帰り、夫に日本のエアラインでの待遇を話して聞かせたわ。興奮していたからうまく伝わったかわからないけれど、夫は、だから言っただろ、心配ないって。これからも里帰りの時は日本のエアラインを使えばいいよと言って笑っていた。そういえば、いつもアメリカに帰省する時にはアメリカのエアラインを私が予約していた。日本のエアラインは使わないのと、夫に聞かれたことがあった気がする。でも私はいつもこのエアラインを予約しているからといって、夫の話は気に留めていなかった。それに
それ以上夫も何も言ってこなかったしね。今思えば日本のエアラインに切り替えるタイミングはいくらでもあったし、チャンスもあった。話はちゃんと最後まで聞くべきなのよね。これからはそうするわ。そもそもエアラインによってキャビンアテンダントのサービスにここまで差があるとは思ってもみなかった。日本人は穏やかだし、理解を示そうとしてくれる人が多い。だから、子連れには日本のエアラインが最も使いやすいと思うわ。日本のエアラインなら、この先も毎年帰省してもいいと思えるもの。それに、オリバーが美人のキャビンアテンダントに遊んでもらえて、優しくしてもらえたことがものすごく嬉しかったみたいなのよね。またあのお姉さんの飛行機に乗りたいって言ってるもの。狭い空間で子供には決して楽しい場所じゃないはずなんだけど、そんな場所でさえ日本人は居心地よくしてくれる。日本は居心地がいいだけじゃなく、仕事に対しての責任感を一人一人が持っているの。それは私が目撃した空港スタッフ。あれには衝撃を受けたわ。そのスタッフは乗客が持ち込んだスーツケースなどを受け渡す係だったんだけれど、一つ一つ丁寧に受け取りやすい向きに変えていたのよ。そうしてくれることで自分の荷物がベルトコンベアで運ばれてきた時にすぐに受け取ることができるでしょ。ちょっとしたことで便利になるし、乗客だって気持ちいい。でも日本以外でそんな光景は残念ながら見たことがないのよね。日本では当たり前のサービスみたいで、その行動に驚いている日本人はいなかった。これが当たり前になっている国って素晴らしいとしか言えないわよね。後で知ったんだけど、この様子が収められた動画がアップされていて、外国人の間で話題になっているそうよ。まだ日本のエアラインを体験したことがない人は、機会があったらぜひ乗ってみるといいわ。私の話が嘘じゃないって一度乗ったらわかるはずよ。海外の反応。日本人の行いを見聞きするたびに、全世界が日本のようにならないものかと思ってしまう。日本人は他人に対して敬意を払うべきだということをよく知っているんだよ。西洋では自分の権利を履き違えて、相手に対して謝罪を求めてばかりだ。日本人の姿こそが本来人間のあるべき姿なんだ。どうしてこうも違うのか。日本は怖い国さ。日本から帰国すると日本と自国との違いを嫌というほど知ることになるからね。日本ではどこへ行っても気持ちよく扱ってもらえる。日本に行けばみんな王様気分にしてもらえるよ。成田空港でスタッフが荷物の上げ下ろしをしているのを見たことがあるわ。丁寧に拭いて並べて、あんなに丁寧に扱っているのを見れば、誰だって日本のファンになるわよ。日本に行ったことのある人なら知ってると思うけど、日本の空港では飛行機が離陸するときに、滑走路にいるスタッフが手を振ったり、お辞儀をしたりして旅行者を見送ってくれるんだよ。言葉なんか通じなくても、あの姿を見ればとても心が温かくなるんだ。日本人は決められたルール以外にも、個々の心配りがあるから嫌な思いをすることがまずないんだよ。相手に満足してもらうことを最優先に考える日本人の考え方は素晴らしいよ。私も今度幼い子を連れて飛行機に乗らなきゃいけないんだけど、日本のエアラインを使うって決めたわ。細部にまで行き届いたおもてなし。旅行の移動中、子供にぐずられてしまうと、楽しかったはずの旅行気分が台無し。子供を持つ親であれば、一度はそんな気分になったことがあるのではないでしょうか。そんな時、思わぬ言葉で救われたりしますよね。でも、飛行機や新幹線では疲れ果てて眠りたい人もいます。子供だからぐずるのは仕方のないこと、と平然としている人を見かけることもありますが、
だから放っておくというのはちょっと違いますよね。なんとかなだめようとしている親の姿を見れば、周囲もイラつくことは少ないものです。やはり大事なのは周囲への配慮と、なんとかしようとしている姿勢なのではないでしょうか。その場の空気を壊すことなく、楽しい旅行にしたいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。シェリーにアジアへ行ってみてほしい。アジア？どこかいい観光地があるの？日本はおすすめだよ。ここが日本？こんなところがあったなんて知らなかったわ。皆さんは海外旅行へ行ったことはありますか？海外へ行くと日本とは違う文化や暮らしに触れることができ、たくさんの刺激を受けます。その刺激は時にあなたの人生を変えてしまうことがあるかもしれません。インドへ行くと人生観が変わるという言葉を聞いたことがあるでしょうか？そう言われる理由はいくつかありますが、よく言われるのはインドでは日本の常識が一切通用しないということです。日本人が持っているマナーやモラルはインドにおいて一切役に立ちません。インドで生活するとこれまでの常識が覆ることが多いことから、そのように言われるのですね。インドでは一体どんな生活が待っているのでしょう。とても気になりますよね。さて、今回はインドではなく、日本に行ったら人生が変わったというアメリカ人女性のエピソードをご紹介します。彼女は日本のどんなところに衝撃を受けたのでしょうか。日本に行ったら人生が変わった。日本人の生活に衝撃を受けたアメリカ人ブロガーのエピソード。私の名前はシェリー。アメリカ人よ。私の職業はちょっと変わっているの。何だと思う？答えは、世界中を飛び回る旅行ブロガーよ。ブロガーって何？って思った人のために、私の仕事について少しだけ説明するわね。ブロガーっていうのは、わかりやすく言うと、インフルエンサーのことよ。アメリカ国内だったり、海外だったり、様々な場所を旅行して、その時の様子を写真や文章で綴った日記をみんなに発信しているの。私のブログを通して知った旅行先に行ってみたという声や、行ってみたいっていう声を聞くと、この仕事をしていてよかったなって思うわ。旅行先での出来事を書くだけっていうと、すごく簡単そうに聞こえると思うけど、書き方一つで受け止め方が変わったり、情報は万に一つも間違えたらいけないから、遂行に遂行を重ねなくてはいけない。だから決して簡単な仕事とは言えないわね。海外でも言葉が通じないところもあって、大変な思いをしたこともあるし、治安が悪い国では怖い思いをしたこともあるわ。そんな経験も誰かの役に立てばと思って記事を書いているけど、そういったところはこの仕事をしていて大変なところね。でも私は旅行することが大好きだから、この仕事は天職だと思っているわ。ブログを始めたばかりの頃は、国内旅行を中心に楽しんでいた私だけど、慣れてくると次第に海外へ行くようになったの。近いところからカナダやメキシコに行ったわ。近隣の国を制覇した後はヨーロッパにも行くようになった。ブログのアクセス数が伸びてくると企業からオファーが来るようになって、行ったことのないところにもどんどん行く機会が増えていったの。世界を旅すると私には知らないことがたくさんあるんだなって思い知らされるわ。アメリカは世界の中心だってよく言われるし、私も実はそう思っていたところがあったけど、そんなアメリカでの常識が海外では通用しないのよ。普通や常識っていう言葉は意外と難しい言葉なんだなって実感したわ。そんな毎日を送っていたある日、フォロワーからとあるメッセージが届いたの。そこには、今度はシェリーのアジア旅行記も読んでみたい。日本は特におすすめの観光地だから行ってみてって書いてあったわ。実は私はヨーロッパやアフリカには行ったことがあったんだけど、アジアにはまだ行ったことがなかったの。アジアに行かなかったことにこれといった理由はないんだけど、他の地域に比べてあまり魅力を感じなかったっていうのが正直なところかしら。日本も素敵な国っていう噂はよく聞いていたけど、なんとなくあまり気が進まなかったのよね。でもせっかくメッセージをいただいたから行ってみるしかない。そう思った私は、早速アジア旅行を計画したの。そしてそのアジア旅行で私は衝撃の出会いを果たすことになったのよ。
私が衝撃の出会いをした国はフォロワーにおすすめされていた日本。初めてのアジア旅行で私は中国と韓国、そして日本を旅したの。日本に立ち寄ったのは最後だったんだけど、そこで私は衝撃を受けたの。日本の街並みがあまりにも美しく、それでいて人々がとても親切だったからよ。そのレベルは群を抜いていて、私がこれまで立ち寄ったどこの国よりも素晴らしかった。どうして私はこれまで日本に行かなかったのかしらってとても後悔したわ。その時の日本旅行で私は一気に心をつかまれたわ。たった一度の訪問で日本のことが大好きになったのよ。そこで今回は私が日本のことを大好きになった理由を詳しく説明していくわね。まず一つ目、さっきも言った通り日本はとても綺麗なところなの。それは空港に降り立った時にすでに感じていたわ。日本へ行く前に中国や韓国に立ち寄っていたけど、そこに比べて日本の空港の清潔さは全然違ったの。ロビーの床はピカピカに磨き上げられていて、裸足で歩いたって平気なくらいよ。それからトイレがすごく綺麗だったの。日本はトイレが有名なんですって。便座が温かかったり、ウォシュレットがついているのよ。他にも自動で水が流れたり、蓋が自動で開いたり。日本人はトイレにどれほどの情熱をかけているのかしら。こんなにいろいろな機能がついていて、かつ綺麗なトイレは見たことがなかったから本当に驚いたわ。空港を出て街を歩いていても驚きの連続だった。道に全くゴミが落ちていないのよ。ゴミ箱がたくさん置いてあるわけでもないのに。聞けばみんなゴミが出たらちゃんと持ち帰っているらしいの。これって日本人にとっては当たり前のことらしいんだけど、海外ではなかなかこんなに綺麗になることはないと思うの。ゴミが落ちていたり、落書きがしてあったり、そうした風景が当たり前になっているわね。だから日本の街並みが私には驚きの光景として映ったの。次に私が日本を好きになったポイントは日本人そのもの。どういうことかって、彼らは感謝の心を持っているのよ。そこが本当に素晴らしいの。感謝の心っていうと普通のことに聞こえるけど、彼らの感謝の心は他の国の人たちにはないものだわ。彼らはどんな時にも感謝の気持ちを忘れずにいる人たちなの。例えば私が一番驚いたのは食事の時ね。日本人は食事の前にいただきます、食べ終わった後にはごちそうさまでしたっていうの。初めてこの言葉を聞いた時、神様にお祈りをしているのかしらって思ったんだけど、日本人に聞いてみたらそういうことではないらしいの。この挨拶は食事を作ってくれた人たちへの感謝の言葉なんですって。食材を作ってくれた人、調理をしてくれた人、販売してくれた人、その食事に関わったすべての人への感謝の気持ちを込めて、いただきますやごちそうさまでしたを言うのよ。私たちアメリカ人も食事の時に手を合わせる人が多いけど、これは神様へのお祈りの意味があるの。食事が食べられるのは神様のおかげという考え方ね。だから食事を用意してくれた人への感謝の気持ちというのは考えたことがなかったわ。でもよく考えたら、私たちが食事を食べることができるのは誰かが準備をしてくれているからなのよね。そのことに対して感謝をすることは当たり前のことなのに、そんなことも忘れてしまっていたなんて、私たちが間違っているんだなって思ったの。でも日本人はどうしてこんなにも感謝の気持ちを表現できる人たちなのかしら。疑問に思った私は、日本滞在で仲良くなった日本人の恵子に聞いてみたの。すると彼女は日本人の考え方の根底にある興味深い話を教えてくれたわ。それは日本人にとっての神様の存在。日本人にとって神様は自然そのものなんですって。昔から日本では自然現象を人格化したものを神と呼ぶらしいの。西洋の神といえば世界の創造主のことを指すけど、それとは全くの別物。英語のゴッドを日本語に訳すときに神とするみたいだけど、これはいわば語訳と言っていいかもしれないわね。日本人は大自然を神とする考えが根底にあって、人は自然の恵みのおかげで生きていると考えているんですって。だから食事の時も食事を準備してくれる人への感謝はもちろんのこと、自然の恵みをいただいていることへの感謝の気持ちも持っているらしいわ。その考えがあるから日本人は食料を無駄にすることをひどく嫌うの。
恵子も自分の子供たちにお茶碗のお米は一粒残らず食べなさいと教えているみたい。私はこれまで自分が食べ物を粗末にしてきたという意識はないけれど、日本人を見ていたら自信がなくなってきたわ。これからは日本人を見習っていかなくちゃって思っているの。その第一歩として、私はいただきますとごちそうさまでしたの挨拶を日常的に取り入れることにしたのよ。最初は変わった習慣だなって思っていたこの挨拶も、意味を理解したらとても大切なものだってことに気づいたの。この挨拶一つで、私の中で食事に対する考え方や向き合い方が変わってきたわ。日本人が感謝の言葉を伝えているのは食事の時だけではないの。それは日本人と会話をしているとわかることだけど、彼らはことあるごとにありがとうと感謝の気持ちを伝えてくれるのよ。私たちアメリカ人やその他の国の人には到底理解できないような些細なことにもありがとうと言ってくれるの。本当に些細なことにありがとうと言ってくれるから、最初は驚いたんだけど、言われて嫌だと思う人はいないんじゃないかしら。ありがとうという言葉が当たり前のように飛び交う環境は、みんなが優しい気持ちになれるの。だから日本人は穏やかな人が多いし、治安がいいんだなって思ったわ。この心穏やかなところが、私が思う日本人のすごい部分の一つよ。日本人を見ていて思うのは、彼らは嬉しいことや悲しいこと、驚いたこと、どんなことがあっても心を落ち着けて過ごすことができる人たちなの。ありのままを受け入れる力を持っているという感じかしら。悲しい事件があっても劇場している人はあまり見かけないし、逆に嬉しいことがあってめちゃくちゃに喜んでいる姿もあまり見かけないわ。これにも私は最初すごく違和感を感じていたの。すごく大変な天災が起きた時に、一般の人にインタビューをしているニュース番組を見たことがあるんだけど、みんな冷静にインタビューに答えているのを見て本当に驚いたわ。きっと海外で同じ内容のインタビューをしたら、泣きわめいたり騒いだりしてしまう人が大勢映る映像になってしまうでしょうね。そんな日本人の姿を見た時に、最初は彼らは悲しくないのかしらって思ってしまったわ。でもそういうことじゃないの。彼らはどんなことが起きても精神的に安定していられる強さがあるのよ。実際に大変なことが起きている時に泣きわめいたところで余計にパニックに陥るだけよね。日本人の冷静さはみんなも見習うべきだなって思ったわ。それから私が日本のことを気に入ったポイントの3つ目、それは日本の伝統的な生活よ。日本といえば東京や京都、大阪といった大都市が有名よね。海外旅行としてツアーが組まれる時もそうした都市を巡ることが多いわ。でもそういった都市を少し離れると自然豊かな田舎町にたどり着けるの。私は何度目かの日本訪問でそうした田舎町を訪れたことがあるんだけど、そこでは大都会とはまた違った日本を楽しめて最高だったのよ。大都会での日本人はみんなせわしなく活動しているイメージ。でも田舎町では時間がゆっくりと流れている感じなの。私はその町で唯一の民宿に宿泊したんだけど、そこでは自分で薪を割って風呂を沸かしたり、お米を土鍋で炊いたりしたわ。宿のおかみさんに話を聞くと、そのあたりは井戸水もあるし、昔ながらの生活をしている方がとても多いんですって。最先端技術で便利な生活ができるようになった今の世の中でも、昔からの伝統を大切にしているのね。トイレの蓋が自動で開くようなハイテクノロジーを持つ日本でこんな体験ができるなんて驚いたわ。世界有数の技術を持つ先進国でありながら、少し都会を離れるとこうした昔ながらの生活を楽しむことができるのも日本の面白いところだなって思ったの。近年の世界情勢に目を向けると、多くの国はいつも自分の技術の高さを競い合っているわ。技術力はお金になるし、力の象徴にもなり得るから、当然といえば当然のことね。でも、そればかりに夢中になっていると、大切なことを見失ってしまう気がするのよ。自然との共存、昔からの伝統を受け継ぐことの重要性を大切にした方がいいんじゃないかしらって思ったの。日本での体験は、私にその重要性を教えてくれたわ。私が日本のことを好きな理由はまだまだたくさんあるけれど、ひとまずこれくらいにしておくわね。
フォロワーからの一言がきっかけで訪れた日本だったけど、私は一気にその魅力に夢中になってしまったの。気づけばもう50回以上は日本に行ってるわね。そして肝心のブログの方だけど、日本の旅行記はすごくアクセス数の伸びがいいのよ。みんな日本にすごく興味があるのね。私はもっと早く日本のことを知っておけばよかったってすごく後悔しているから、私のブログを読んで少しでもたくさんの人が日本の魅力に気づいてくれたら嬉しいわ。日本は世界中を旅した私が自信を持っておすすめする素晴らしい観光地だからね。そしていつか私がブロガーを卒業する時がやってきたら、私は日本に移住したいと思っているわ。それを楽しみに、私はこれからも新しい情報をみんなに発信していくわね。シェリーさんはとても日本のことを気に入ってくれたのですね。彼女が公開してくれた記事で、たくさんの外国人の方が日本に遊びに来てくれることを願っています。今回のシェリーさんの投稿には、海外からもたくさんの声が寄せられていましたので、ご紹介します。全くの同感よ。日本は本当に住みやすいところだと思うわ。自然は豊かだし、人々は優しいし、治安がいいのも最高よ。私もいつか必ず日本に移住したいと考えているわ。日本の伝統的な文化は本当に素晴らしいよね。こうした文化は守られるべきだし、この文化を守り続けている日本人には敬意を表したいよ。日本人の感謝の心は素晴らしいわ。私は2年だけ日本に住んでいたことがあるんだけど、今でもその影響は受けていて、いただきますとごちそうさまでしたは言い続けているの。いいことだと思うから、この習慣は忘れずに続けていきたいわね。日本は医療費が安いところが驚きさ。食事は美味しいし、自然も豊か。日本人の健康寿命がとても長いのは納得だね。私の友達も日本へ一度旅行に行っただけで、その魅力に取りつかれてしまったって言っていたわ。日本はある意味恐ろしい国ね。シェリーさんの他にも、たくさんの方が日本に強い愛情を持ってくれていて嬉しい限りです。これからも日本の素晴らしさがもっともっと世界に広まっていってくれるといいですね。ねえ、こんなにお金を送って日本での生活は大丈夫なの？え、そんなに大した金額は送ってないよ。皆さんはコンビニや飲食店で働く外国人の方を見かけたことはありますか？最近では日本で働く外国人の方を見かけることも多くなっているのではないかと思います。例えば、コンビニや飲食店で働く外国人の方が増えているような印象がありますね。そうした外国人の方々には、日本語を問題なく話せる方もいれば、まだまだ日本語が拙い方など、様々な方がおられます。彼らが留学生であるのか、それとも日本に移住してきた方なのか、どういう目的を持って日本で働いておられるのか、お店で接客されただけではそこまで深く考えることはあまりないかと思います。彼らが一体どのような背景があって日本で働いているのか、今回は日本に出稼ぎに来ているベトナム人の女性であるジュエンのエピソードをもとに紹介いたします。果たして彼らはどのような理由があって日本で働いているのでしょうか。日本にいる娘からの仕送りにベトナムにいる両親が驚愕？日本とベトナムの賃金格差とは？こんにちは。私はベトナム人のジュエンよ。決して裕福な生活ができていたわけではないけど、ベトナムで生まれ育って貧しいながらも家族と一緒に楽しく幸せな生活を送ってきたの。だから私は自分のことを不幸だなんて思ったことは一度もないわ。子供の頃から父と母、それにおばあちゃんと兄弟姉妹たちと笑顔で暮らしていたよ。貧しいながらも工夫しながらね。だけど年を重ねるごとに家族を支えなければいけないという責任を感じるようになってきたの。貧乏ながらも幸せな生活を送ってきたけど、現実的に生活は苦しいし、両親もいつまでも働くことができるわけではないからね。だからどのようにしたら家族の生活を支えることができるのか考えたの。そしたら海外での出稼ぎが選択肢として現れたんだ。2019年の統計によると、海外に住むベトナム人が母国へ送った金額は約 166.8 億ドル、
およそ約1万8348億円で、これは世界で9番目に多い金額なんだって。この金額はベトナムの GDP の約 6.4% を占めていて、ベトナムの経済にとって非常に重要な意味を持っているそうよ。だから私たちベトナム人が海外で働くことは、家族の生活を楽にすることにつながるだけではなく、ベトナムの経済に貢献するという意味でもとっても大切なことなんだね。またどうしてベトナム人が海外で働くことが多いのかって気になったから調べてみたんだけど、ベトナム戦争や近隣諸国との所得格差、そして大学卒業者の高い失業率などが関連しているようなんだ。そのため私も家族を支えないといけないと思う年齢になったから、家族のためにも出稼ぎをすることが選択肢として現れたの。そのことを両親に話したら、本当は出稼ぎになんて行かせたくないんだけど、私たちのためにごめんね。でももし行くのであれば日本に行くのが絶対におすすめよって言ってくれたの。私も家族のみんなと離れて生活するのは寂しいし、両親の気持ちはとてもよく理解することができるわ。でも私には兄弟姉妹もたくさんいるし、誰かが海外に出稼ぎに行かないといけないような状況だと思うから、こればかりは仕方ないの。それに出稼ぎで行く国に関して、私は両親から日本での出稼ぎを勧められて少し嬉しい気持ちもあったの。実は日本のアニメや漫画にとても興味があって、友達に勧められて見たこともあったのよね。だから私は日本という国にとても興味を持っていたの。どうせ出稼ぎに行くなら興味があって楽しめるところがいいし、マイナスな気持ちで行くよりはポジティブな気持ちで行きたいしね。だから私は期待と不安に胸を躍らせながら日本へ出稼ぎに行くことを決めたのよ。でも日本へ出稼ぎに行くって決めたからってすぐに行けるわけではないの。最初にしなければいけなかったのは日本語の勉強よ。今までこんなに頑張ったことはないってぐらい日本語の勉強をとても頑張ったんだけど、日本語はとても難しかったわね。ひらがなやカタカナはもちろんのこと、漢字も覚えないといけなかったからね。同じ文字なのに文字の組み合わせで読み方が変わったりするし、最初は全く理解することができなかったわ。それを克服して慣れていない言語を習得するためにも、私はとてもたくさんの努力をしてきたわ。結果的にはそのように頑張って勉強することで、日本語検定も無事に問題ないレベルに達することができて、ようやく日本に行く準備が整ったの。それからは急いで荷物をまとめたりと、日本へ行く用意をして、すぐに飛行機に乗って日本へ飛び立ったわ。いざ日本について実際に働くことになったのは、外国人や留学生が多く働く飲食店でのアルバイトだったの。アルバイト中、ベトナムで日本語の勉強は必死で頑張ってきたんだけど、最初はやっぱりとても苦労したことを覚えているわ。当たり前だけど、勉強としての日本語と実際に現場で使う日本語は全然違うと感じたよ。日本語が完璧にできるわけではないということもあるし、日本での接客ルールが完全には身についていないっていうこともあって、飲食店での仕事では時々叱られることもあり、何度か心が折れそうになったこともあったけど、ベトナムで暮らす家族のことを思いながら一生懸命頑張ったわ。でも日本のお客さんたちは本当に優しい人ばかりだったことがとても印象に残っているの。言葉を間違えても怒る人なんていないし、むしろ笑って許してくれる人や私の頑張りを褒めてくれる人がほとんどだったの。それが私にとってはとても励みになったのよ。辛いことばかりではなく、楽しいことや嬉しいこともたくさんあるって感じられていたからね。私は店員だからお客さんに対して接客するのは当たり前なんだけど、その接客に対してありがとうと笑顔で言ってくれる人がたくさんいたんだ。これはとても嬉しかったわ。それに日本に来てから新しい友達もできて、ゆっくりとではあったけれど少しずつ日本の文化にも慣れていったの。でも日本に来て最初の頃はベトナムとの文化の違いに戸惑うことが多かったわね。特に日本の礼儀や作法、社会のルールについて理解するのにとても苦労したよ。例えばある日、初めて日本の友達と一緒に
ご飯を食べに行った時、ベトナムとの箸のマナーが違うことで困ったことがあったの。日本では大皿の料理を個別に取り分ける際、専用の箸を使うマナーがあるみたいだけど、ベトナムでは自分の箸でみんなの分を取り分けることが多いんだ。その行為が相手への敬意や愛情を表現することを意味するからね。だから大皿の料理を取り分ける際、ついつい自分の箸で取り分けようとしてしまい、注意されたんだ。友達は優しく教えてくれたんだけど、長年の習慣もあってか、初めのうちはどうしてもうまく使い分けられなかったことを強く覚えているわ。また、日本の箸はベトナムで使う箸と比べると短いから、初めのうちはとても使いづらいなって感じていたよ。そのためか、何度か料理をつかみ損ねてしまうこともあり、四苦八苦していたね。練習の成果もあってか、今ではうまく使えるようにはなってきたけど、継続して練習する必要があったね。その他だと、仕事に関するタイトなスケジュール管理や、日本の言葉の敬語にも、初めはとても戸惑ったわ。初めての日本のアルバイトでは、正確に決められた時間に出勤して、指示通りの作業をこなすことが求められ、それに慣れるまでにとても時間がかかったの。ベトナムでは時間にルーズでも許容されることが多かったから、日本の効率的で時間を厳守する働き方にはとても驚かされたわ。また、日本の敬語はとても難しいのよね。意味は同じはずなのに、言い方によっては失礼な言い方になってしまうということもあるしね。ある時、お客さんに対して、注文は以上でいい?と聞いてしまったことがあったの。そう言われたお客さんはびっくりしたような反応をして、私の顔を見てきたの。でも、外国人だと分かったからか、そのお客さんは微笑みながら、いいですよと答えてくれたんだ。だけど、その後日本人のアルバイト仲間にそのことを注意されたの。ご注文は以上でよろしいでしょうかって言い方にしようねってね。このようなことから、出稼ぎの道のりは大変ではあるけど、ベトナムにいる家族への思いと、新しい経験を通じて成長する喜びがあるんだと思うの。そうして日本で頑張って働いたお金を家族に送金していたんだけど、数ヶ月経ってから両親から電話があったの。いつも忙しく過ごしていたから、ついつい連絡するのが後回しになってしまっていて、久しぶりの電話でとても嬉しかったわ。でも、その電話の内容にすごくびっくりしたの。こんなに大金を送ってくれるのはすごく嬉しいんだけど、日本でしっかりと自分のご飯は食べられているのかい?って聞かれたの。私は出稼ぎに来ていて、働いて稼いだお金を家族に送っていたけど、自分の生活費であったり、漫画やアニメといった趣味にも結構お金を使っていたのね。だから、いつもお金を送るときに、もっとたくさんのお金を送った方がいいのかなって、少し心配する気持ちもあったのが正直なところね。そんな状態だったこともあり、まさか両親からそんなことを言われるなんて思ってもみなかったの。そのことを話すと、家族にあれだけのお金を送っても、まだ生活に余裕があるというの?ってすごく驚いていたわ。どうやら私が家族に送っていたお金は、両親が稼いでいるお金の何倍もあるっていうのよ。私はそれまで両親がいくら稼いでいるのかなんて聞いたことがなかったから、その話をしていてお互いにびっくりした感じね。どうやら両親は私から送られてきたお金を生活費に充てた上で、さらに子供たちの将来のために貯金までしているんだって。そんな話があってから、私は気になって日本とベトナムでの賃金について調べてみたの。そうしたところ、日本の新卒が得ることができる月給って約18万から25万だってことみたいなんだけど、ベトナムでは3万円前後が一般的らしいのよ。そうすると、両親が驚くのも無理はないかなって思ったわね。だって、ベトナムでの初任給の倍ほどの金額を送っていたんだからね。この事実を知って、仕事は正直きつかったけれど、日本で働けていることにとても感謝しているわ。家族への送金で生活を支えることができていることが大切だし、この経験が私自身の成長にもつながるということを知っているからね。だからね、私はこれからもベトナムで暮らす家族へお金を送り続けて、将来は家族を日本に呼び寄せたいという夢を持つようになったの。だって、
日本はお金をたくさん稼ぐことができるだけではなく、とても魅力的な国であることを感じていたからね。日本で生活している間、日本の清潔さや新鮮な食材にとても感動していたの。私が働いているお店は日本人がオーナーなんだけど、掃除についてはとても厳しくて、そのおかげで店内はいつもピカピカだったのよ。正直なところ、私からすると、ここまできれいにしなくてもいいんじゃないかって思うこともあるんだけどね。でも、日本で過ごしている中で、いろいろなお店を見てみたときに、どのお店もすごくきれいだってことに気がついたの。これは、どのお店もお客さんに気持ちよく過ごしてもらいたいというサービス精神が関係しているんだなって感じたわ。実際、清潔なお店の方が気持ちよく利用することができるし、今ではとても大切なことだと理解しているよ。それとね、私は日本の伝統文化にも興味を持つようになったの。漫画でしか見たことがなかった着物を着ている人が実際に歩いているのを初めて見て、とても感動したのを覚えているわ。私もいつか着物を着て歩いてみたいって思うし、茶道や武道なんかの日本の伝統文化も経験してみたいって考えているよ。それに日本には四季があって、それぞれの季節でまた違った美しさを感じることができるのも魅力的よね。私はまだ日本に来てから1年も経っていないから、まだ四季折々の素晴らしさを実際に体験することはできていないんだけど、美しい景色の写真を見ていると、素敵な景色に魅了されて実際に実物を見に行きたいって気持ちになっているよ。日本に来てベトナムに住む家族の生活を支えることができているだけではなく、新しい経験と感動がたくさんあることにとても感謝しているわ。出稼ぎ先として日本を選択したことをとても誇りに思うし、背中を押してくれた両親にもたくさんのありがとうの気持ちを伝えたいよ。だから将来的には日本での永住権を取得して、日本とベトナムの架け橋になれるような存在になりたいと真剣に考えているの。この日本での経験が私を強くして、未来に希望を抱けるようになったし、私に新たな人生の可能性を示してくれた素晴らしい国でもあるからね。以上がジュエンのエピソードになります。こちらのエピソードに対して海外の方からコメントをいただいておりますので紹介させていただきます。私も同じように日本で働いていて、最初は日本語が全然話すことができなかったけど、日本人は本当に優しくて、私が戸惑いながら作業していてもしっかりと見届けてくれるから安心するのよね。日本で働くには日本語ができるかどうかでものすごく違いがあるよね。話していることを理解することができないと、指導者側もそうだし、お客さんにもストレスがかかってしまうからね。日本では英語があまり通じないのもあるし、日本に移住する際はある程度の日本語能力を身につけておいた方がいいのかもね。日本でのアルバイト代が母国の親の収入の何倍にもなるなんてびっくりだよね。生活水準の差が大きいんだろうけど、それが日本の魅力の一つでもあるよね。日本語を勉強しながら仕事も両立させるなんて本当に素晴らしいことだと思うわ。日本における外国人労働者と企業の間で問題が絶えないという話を聞いたことがありますから、こうした実際の経験としていい環境で働くことができているのはとてもいいことですね。以上が海外からのコメントになります。こうしてみると、日本で働く外国人の方の中には、ジュエンと同じようにいい思いをしている人ばかりではないようです。我慢して重労働をしている人や、職場で毎日ひどく叱責されている人など、皆さんの環境によって様々な苦労があるようです。日本語が母国語ではない場合、言語の違いによるミスコミュニケーションもその要因としては考えられますね。そのような環境の中でも、今回のジュエンのように日本に来てよかったと思っていただける外国人労働者の方が増えていくと嬉しいですね。そのためにも我々は日本人として日本人の労働環境を改善することはもちろんですが、外国人の労働者も同じように気持ちよく働くことができるよう、労働環境の改善に努めていきたいですね。